どうも、フクロウです。以前にも少しお話したことがあると思うんですけども、僕はこの YouTube にアップしている動画は全て iPad で編集をしています。で、その時に使ってるのが iPad の LumaFusion っていうアプリなんですね。この LumaFusion っていうアプリがどれだけすごいかっていうのは以前動画でもご紹介したので、ぜひそちらも一回見てほしいんですけども、今回の動画では実際に YouTube にアップする動画を LumaFusion 使って、編集していきながら、LumaFusion の実践的な使い方とか機能の紹介っていうのをしていこうかなっていうふうに思います。初心者の人にとってもわかりやすいように、一本の動画ができるまでっていうところを、だいたい3部作ぐらい、前中後みたいな形で動画を分けて、紹介していこうかなというふうに思ってます。第1回目となる今回は LumaFusion の基本的な使い方の解説、まずは編集画面の見方だったりとか、編集画面にあるアイコンの意味だったりとか、そういったものを紹介しつつ、ベースの編集をご紹介していこうかなというふうに思います。それではここからはですね、実際にこの iPad の画面を映しながら、この画面を見ながら一緒に解説していこうと思います。どうぞ。はい、それではここからですね、実際に LumaFusion のアプリを使って動画を編集する様子を解説していこうかなというふうに思います。まずは LumaFusion のアプリを立ち上げます。で、こんな感じでアプリを立ち上げると、プロジェクト一覧ってのがこうやって並んでます。このプロジェクトってのが編集中の動画の一つ一つっていうようなイメージです。で、今回はまずですね、ここのプラスボタンから新規作成ってので動画を作っていくんですけども、まずは編集画面の解説をしたいので、編集中のものをタップして編集画面に入ります。はい、実際に編集画面に入るとこんな感じです。で、LumaFusion の編集画面って、大きく分けて4つのエリアに分かれてます。で、まずがこの左上のここですね、これがソースっていうところで、右上ここがプレビュー画面って言われる領域で、この下ここがですね、編集のタイムラインって言われるような領域になってます。で、一番下ここにツールバーってのがあって、ここからいろいろな編集を行うっていう風な、4つの画面に分かれて編集を行うという風な、そういう風な仕組みになってます。そしてこのレイアウト、このソースとプレビュータイムライン、ツールバーのレイアウトはですね、このツールバーの右下のこのアイコンを押すといろいろレイアウトが変更できます。なので自分の操作しやすいようなレイアウトに、ここからいろいろ変更することができます。で、僕はこの一番初めのデフォルトのこのレイアウト画面を使っています。基本的にざっくりこの LumaFusion を使った動画編集の流れって、まずこの左上のソースっていうところ、ここからですね、例えば iPad 端末の中に入ってる動画とか、クラウドストレージに入ってる画像とか、いろんなところに入ってる動画クリップをソースっていうところから探して、プレビューでどんな動画かなっていうのを確認して、タイムラインに持ってきて、動画ファイルをこのツールバーからいろいろ編集するみたいな、そういう風な全体としては流れになっています。で、ここからもう少し詳しく各エリアについてご紹介していこうかなというふうに思います。まずですね、ソース。ソースはですね、今ご紹介した通り、いろんなところにある動画とか写真ファイルっていうのを探してきて、この中に、アプリの中に入れ込むみたいな、そういう風な役割があります。なので一番この左上のアイコンをタップすると、こういう風にですね、写真インポート済み、ストーリーブロックス、タイトル、トランジション、iTunes っていう風に、どこから動画、写真を探してきますかっていうところを選ぶことができます。で、この写真っていうのを押すと、iPad 本体にあるカメラロールの中の動画とかを見つけることができます。動画ファイルを押すと、こうやって撮影した動画が見れるので、ここで、あ、なるほど、こういう動画かっていうのをアプリ内で確認できます。で、よし、この動画を使おうってなった時は、プレビュー画面長押しすると、こうやって動画をタイムラインに持ってくることができます。で、離すと、ここにタイムラインに動画を配置っていうような、そういう風なことができます。インポート済みっていうものを押します。そしたらですね、このアプリの中にも動画ファイルとかいろいろインポートできるんですよ。なんで、いつも使うもの、例えば僕の場合だったら BGM とか音楽ファイルとかって、結構毎回同じものを使ったりとかしてるんですよね。効果音とかもそうですよね。なのでそういう時はですね、もうあらかじめ LumaFusion っていうアプリの中にインポートしてそれを使っています。で、それはこのインポート済みってところから探すことができます。なんで僕だったら、例えば動画の終わりに出すこの僕の写真とかは、もうインポート済みに入れたりとか、これもよく使う音楽ですね。例えば。こういう風に毎回変わらない同じようなものとかは、このインポートってところに置いておいて、ここからいつでも使うことができます。で、インポートはですね、このソースの右上にある矢印マーク、これを押すと iCloud とか Dropbox とか Google ドライブ、OneDrive とか、そういうクラウドストレージだったりとか、いろんなところにある動画とか音楽ファイルをインポートして LumaFusion の中に保存できます。で、保存したものがこのインポート済みっていうところの中に入るっていうような、そういうふうなイメージですね。
もっと簡単な方法がカメラロールからもう写真とかをドラッグアンドドロップでこうやって持ってっちゃえばインポートができます。でこれインポート済みのファイルの中に今、インポートしたこれスマホケースですね、スマホケースの画像が入るというふうな、こういうふうな感じになります。僕は基本的にですねこの写真とインポート済み、ここしか使ってないような感じです。なので今回もここ2つから使って動画を作っていこうと思ってます。はい、で次はですねソースが終わったらですね次プレビューっていうところ、ここを紹介していこうと思います。でここはですねこうやって今ここに編集した動画が並んでるんですけども、こうスクロールしていくと、まあ、どういう感じの動画が出来上がってるかってここで見れるんですよね。なのでまあ本当にその名の通りプレビューっていう風なそういう機能があります。この長いバー、ここはですね動画の全体がここで、まあ、ちっちゃくこう俯瞰できるようなエリアになってます。なので今この白いバーのところにいるよってのが分かるので、こうやってスクロールすると、まあ、例えば動画の半分ぐらいってどこかなと思ったらこういう風に、これ動画の半分で4分の3はこれだなみたいな形で、ここにスクロールせずにここをスクロールするとこう動画クリップの全体をこうやって移動することができます。この再生ボタンを押すと、まあ、当たり前なんですけどもデータを送れるんですよ。これまでだったらですね、例えばこの iPad に SD カードリーダーとかを挿してこういう風にですね、編集した動画を再生して確認することができます。他にもですね、このプレビューのちょっと下の方にあるこの i マーク、タイムラインで動画を選択して i マークを押すと、まあ、EXIF 情報みたいな感じですね。動画の情報が見れます。最後にこの動画クリップを選択すると出てくるこのですね、両側に矢印マークが出ているようなこのアイコン。これはですね、スリップっていう機能です。まあ、スリップってどういう機能かっていうと、この動画11秒ある動画なんですけども、本当はですね、もっと長いんですよ。まあ、10分とか喋ったうちの11分をここでうまくカッティングして切ってるんですね。このスリップっていう機能は、この11.32秒っていう長さは維持して、このままこうスライドできるんですよね。やってみると一番早いんですけども、押してスライドを押すと、こうやって、動画の全部が出てきて、そのうちの明るいとこ、これがハイライトになってて、これが11秒なんですよ。なんでこれを動かすことで、どこの11秒使いますかっていう風なところを選択できます。で例えば、もっと後半の11秒使うってなったら、こういう風に後ろの方に置いて、タップで戻ると、ここの11秒32ってのを維持したまま、全く別の動画になってるんですね。そしたらこのスリップ機能どういう時に使うかっていうと、これはもう動画の尺が全体で決まってて、なんかもうここには11秒の動画が絶対に欲しいっていう時に、11秒の中で、まあどういうカットを使おうかなっていうのを探す時にこう使うっていうのが、まあ基本的な使い方ですね。これがスリップ機能っていう風な、機能です。あとはこのプレビュー画面の右下にあるこの、まあアンドゥーリドゥーですね、これは。これは本当にどんなアプリでもあると思うんですけども、編集を1個戻すとか、1個進めるっていう風なアンドゥーリドゥー、これもよく使う操作ですね。だいたいこれがプレビュー画面の全体の操作です。で3つ目、ここの編集のタイムラインと呼ばれるところ、ここが実際に編集をしていく画面になります。で基本的にこれ動画のタイムラインなので、左から右に動画が進行していくっていうのは、そういうのが視覚的に分かるようになってます。そしてここの編集の画面っていうのはピンチインピンチアウトでこうやって拡大縮小ができます。なのですごくピンチアウトすると、もうすごいギュッとなって、この動画が10分ぐらいの動画がギュッとなるんですけども、もっとピンチインすると、すごく拡大して、これで12秒とかなります。で、あとはですね、編集のところで覚えておきたいのは、レイヤーですね。動画にはですね、編集レイヤーってものがあります。どういうことかっていうと、この動画の上にいくつ要素を載せれるかって話なんですよ。これって動画1本じゃないですか。1つの動画だけがここにあるようなイメージ。それに対して、ここのシーンって僕が映ってる動画プラス字があるじゃないですか。テキストがあるので、これで1レイヤー、2レイヤーなんですよ。こういう風にこの1画面の上に要素をどんだけ置けるかってのが、このレイヤー数に関わってくるんですけども、これがですね、ルマフュージョンは最大6レイヤー、動画クリップを6レイヤー置くことができます。こういう風にですね、まあ、いろんな編集をしようと思うと、動画の上に動画を載せるっていうレイヤー操作がすごく大事になってくるんですよ。それがですね、この1段1レイヤーっていう風な形で視覚的に見えるようになってます。で、基本的にレイヤーなので、普通のフォトショップのレイヤーとかと同じで、上のものが表示されます。なので、これだと上下関係わかりやすくて、僕の動画が下にあって、その上にハブのレイヤー。で、さらにその上に文字って感じで、レイヤーの順番ごとに、表示されてるっていうような、そういう風なイメージになります。同じようにですね、音楽クリップのレイヤーも最大6レイヤー作れます。なので、例えばこれ、BGM ここで走らせてるんですよね、グリーンで。BGM 走らせながら、
効果音、これが紫です。紫の効果音をパン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 鳴らしながら後ろで BGM も鳴らすみたいな、まあ、そういう風な、作りになってます。一番真ん中が一番中心のまあレイヤーというか一番ベースとなる動画レイヤーで、そこから上に行けば行くほど動画クリップのレイヤーになってって、逆にここの中心レイヤーから下に行くのは音楽レイヤーなんですよね。なんで下に6レイヤーで上に6レイヤーって形で、これをまあ横に時間を進めつつレイヤーは上下で見ながらこうやって編集を行っていくっていうのは、まあ、そういう風な画面がこの編集タイムラインになります。編集タイムラインのこの左側、ここはですね、この一つ一つのレイヤーに対していろんな操作ができます。例えば表示設定ってのを使えば、この一番ベースとなるレイヤー、これ全部一旦ちょっと消しはしないけど見えないようにしたいって時はこの目玉マークを押すと全部消えます。あるけど全部消えて、こういう風に上に乗せたレイヤーだけ見るようになったりとか、あとはこの音量調査もできます。今 BGM 流れてるんですけども、今日は特にこのロックテック社のものを購入してすごく良かったのでご紹介しようと思ってます。こういう風に BGM が一回流れてるんですけども、まずはちょっと BGM 置いといて、あの動画の編集したいなって時だけここを全部マイナスにしちゃうと、 MacBook の12インチとかが発売されてからこういう風に BGM だけを一旦消音にしたりとか、そういうことも可能になります。この一個一個のクリップを編集するんじゃなくて BGM の音楽レイヤーとか効果音の音楽レイヤーっていうのを設定しておけば、後から一個ずつ、あ、この効果音やっぱりマイナス10にしたいなとかを考えなくても一括でここで変更できるのがすごく便利です。はい、というわけでここまでがこの編集のタイムラインのご説明です。ちょっとややこしいんですけども、まあ、これはやっていくうちにどんどん覚えていくと思うので、まあ、こんなもんなのかっていうふうに聞いてもらえればと思います。そして最後このツールバーです。ツールバーも、もうここは基本的に編集を行う場所っていうふうなイメージですね。この一番左下のアイコンを押すとプロジェクト一覧に戻ります。まあ、なのであの別の動画編集したいなと思った時はこの左下を押すと編集一覧に戻ることができます。でその一個右、これはレイヤーごとの表示設定とかをする画面のオンオフですね。押すと現れて、もう一回押すと消えるみたいな、まあ、そういう表示の設定のアイコンになります。で、1個右のこのなんか音楽っぽいアイコン、これも同じでレイヤーごとの音量調整の表示非表示の切り替えボタンですね。で、そこからですね、動画クリップを選択するとこの辺にいろんなアイコンが出てきます。で、基本的にですね、こういう風なアイコンの意味って一番右下このハテナマーク、ヘルプボタンを長押しするとこういう意味がありますよって全部表示されるんですよ。なので、まあ、別に覚える必要もないし、やってるうちに覚えていくので、まあ、こういう風な機能があるんだなってぐらいで聞いてもらえればなというふうに思います。一応どういう意味かっていうのを説明すると、一番左のこのプラスボタン、これがですね、選択した動画クリップの複製、これが今上に複製されました。2つ目、このボタンが選択したクリップから音楽ファイルを取り除く。なのでこれを押すとこうやってここの動画の音楽、音声だけがここに取り出されるっていうふうな、まあ、そういうふうな、操作になります。3つ目がですね、このリンクっていうボタンです。リンクってのはですね、ちょっと複雑なんですけども、この見た目はよくある Type-C ハブっていう文字なんですけども、下のベースとなるこの僕の動画の位置に紐づいて、ここに設置されてるんですね。なのでこうやってちょっと白い線でつながってるのがわかると思うんですけども、これがリンクっていう機能です。なのでつながってるので、このベースの動画を動かすと一緒にこうやって動きに行くんですよね。これをリンクを解除するとどうなるかっていうと、リンクを解除するとこれがもう絶対的にこの時間に固定されるんですよ。なのでこの下のクリップを動かしてもこいつは動かずに静止したままこの位置にずっと残るんですよね。なんでベースの動画と一緒に上の動画とかこの効果音とかを一緒に動かしたい場合はリンクをつけるっていうような、そういう風な機能になります。で、もう一個右、この鉛筆マーク、この鉛筆マークは選択したクリップの編集です。これ後から説明するんですけども、変形とか、動画のスピード、再生時間をいじったりとか音量調整、あとはまあ動画の色味だったりとか効果をかけるっていう風な、そういう風な編集がこの鉛筆マークでできます。右、この星マークが設定したテンプレートの呼び出しです。例えばこの文字、この見た目はよくある Type-C ハブっていう文字を別のテンプレートを適用するとこういう風に別の、テンプレートに変わったりとか、こういう風なものを一発で呼び出すことができます。で、その一個右ですね、この星マークのクリップボードみたいなものは編集のコピー&ペーストです。例えばこのベースのこの動画に施した編集内容をコピーして別の動画にペーストするみたいな、そういったことが可能になります。で、少し右に行ってプラスボタン、
このプラスボタンからは新しくテキストを挿入したりとか、音声クリップを挿入したりとか、こういったものが行えます。で、もう一個右、ハサミマーク、これはこの今選択というか今いるこの時間でクリップをカットできます。こういうふうにいらない部分を選んでハサミでチョキンチョキッとカットすると、ここだけ別個で動かしたりとか、ここだけ消去したりとか、でこういうふうな操作が可能になります。で、その一個右のゴミ箱マーク、これは選択したクリップの消去です。で、グッと右に行って、これさっき説明したレイアウトの変更で、その一個右、これが動画の書き出しです。なので動画の編集が終わったらこれを押していろんな設定をして書き出すことができます。で、最後一番右がヘルプ、ヘルプとあと設定ですね、環境設定みたいなものをここから行うことができます。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですけども、ここまでがだいたいこのルマフュージョンの編集画面の位置とか役割とかで、アイコンの意味、操作の意味みたいなものを解説しました。ちょっと長くなっちゃったので、今回ボリューム1はここで終わろうかなというふうに思います。で、次回からはいよいよ動画の編集、僕が実際に撮影した動画素材を使って1本 YouTube 動画を編集するところまでやっていきたいなというふうに思います。それではまた次回ボリューム2でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。